本動画にはご覧の要素が含まれております。ご視聴の際は十分にご注意ください。スーパーおはようございます。ついにやってきた大晦日。現在時刻はなんと5時50分頃だぜ。本日のスタートは前回終了した宇和島から、今から何線に乗るかは大体お察しがつくでしょう。発車場バリバリ映してるし。今日も朝から突っ込むマリサ。今日も元気に突っ込んでくだされ、了解したぜ。さて、早速奴が降臨されるのでフォームへゴー。その奴とはズバリ、ゼロ系新幹線。違うわ。これ、ゼロ系に見えた？え、なんかおかしくね？あ、間違えちゃった。こっちだったわ。レールバスもどきのゼロ系顔番って感じだな。レールバスもどきはいろんなお顔があるって言ったじゃない。裏の顔見たら結構がっかりする。連結運用とかもあってこの顔にせざるを得なかったらしいよ。なるほど。車内の床には鉄道に関する何かがあるね。その何かとは何なのか。ごめんよくわからんかった。何か哲学っぽいこと言っちゃったかな？哲学とは何なのか。そんなこと一度も考えたことなかったぜ。哲学とは学問。それ、当たり前体操。突っ込むネタがなんか古い。電車に乗ると、早く移動できる。当たり前体操。実際披露しなくてもええがな。路線としての淀線はここ北宇和島から始まるんだけどね。昨日は宇和海でパスしちゃったからあまり気づいてなかったかも。何かさこといい向原といい北宇和島といい小さい駅で分岐するのが多いよな。なぜそうなってるのが多いかを説明することはできませぬ。なんだかガタガタ聞こえるんだけど。気のせいかな？列車の胸で窓でも揺れてるんだろ。まあそうかな。この駅から隣の無電までは30パーミルのグラディエントとか半径160メートルのカーブが続く難所だったり。グラディエントって何やねん？ Google 翻訳に聞いたら勾配って出てきた。グラディエントはベクトル場とかでいう勾配の意味を表すことが多いけど、こんなもん誰がわかるか。ゴリゴリの理系の人ぐらいかな。勾配って普通に英語で言うならスロープじゃね？うつ主がそんなことばっかりやってるからスロープが出てこないんでしょ？そうかな。でもこれ以上考えたらめんどくさいよ。視聴者様も飽きてくるだろうから映像回転しようぜ。映像回転したよ。違うわ。さっき映像を180度回転させるっていうね。さっきのは映像回路って意味だぜ。で話変わるけどさ、座席を見たら可愛い電車の絵が描かれてるよね。確かに可愛い。なんか座席もケット撫でてるし、途中の吉野駅で伊川崎発の海洋道ホビートレインとすれ違ったよ。そういや海洋道って何？大阪府門真市にあるフィグアメーカーだな。で、淀線との関係は？知らん。マリサ、それぐらいはググらないと。調べるの面倒いから調べて。面倒くさいな。あ、海洋道のミュージアムが四万十町にあるらしい。あ、そういうことなのか。この先の宇都井川駅から行けるみたいだよ。今日は時間がないから行けないけど、まあそうだよな。松木を発車したあたりから夜が明けてきたよ。ここら辺で愛媛県から高知県になるんだよね。気づいた頃には四万十川沿いを進んでんだな。この川は四国最長で最後の清流と言われてるんだよね。一年二線のホームがある江川崎で対向列車が登場。使用車両は普通のレールバスもどきであった。宇和島行きのただの普通列車だな。下り列車はこれを逃すと次は11時6分。本数がとてもお察しください状態。上りに至っても新幹線カッコアラを逃せば10時50分までないよ。暇だと思ったら車内のショーケースを見るといいよ。2000系とか形式不明の古い車両が展示されてるぜ。それって死者181系とか死者58系とか他にも死者ボッボッボとか。お宅得多くね。四万十川の鉄橋を渡ると。ハゲって言ってたよな。なんかさ、こうなっちゃったんだけど、バスでハゲてんじゃねえか。そんなあなたに育毛剤をどうぞ。ま、こんなハゲ息をネタにしない人はいないでしょう。話すの遅い遅い、遅すぎるぜ。話すのが遅くなったのもハゲてしまったのもババアになっちゃったから。え、ならこれからの実況動画はどうなるの？ま、ババアになっても旅の進行は続けていくんだけど、ハゲすぎたりババアになったりいろいろめんどくさいな。めんどくさいも何もないのよ。文句を言ったら怒り出す。これこそ典型的な老害。あんな奴に年金なんて払いたくねえ。あれから居眠りしてしまって若いに来てしまったにょん。私白霊霊夢、若い駅のパワーで若返りました。駅名で若返るんかい？若いだけに若返るというね。若いを出ると土佐黒潮鉄道線になって18切符で行くと別運賃を取られるから注意。私たちには全く関係ないんだけどね。土佐黒潮鉄道も全線乗り放題だからな。次はようやく終点の久保川だね。これで長い長い淀線をクリアだよ。駅のホームで待機すること90分。次の乗車電が来たよ。めちゃくちゃ待たされたぜ。90分以上も停車してる新幹線カッコアラ3つ入る。3つを生やしてんじゃねえ。新幹線カッコアラのことは置いといて、今から最新型特急車両なんだよ。特急四万十1号の中村一華。今さっきグリーン車のマークが見えたんだが、四万十ってグリーン車連結されてたっけ？私にもわか
からない。ウプ主が切符を発注した時にグリーン車の切符が送られてきてびっくりしたらしい。最新型のグリーン車に乗るのは想定外だったのか。8600系に乗れなかった代わりにこっちが来た感じかな。そう思っておくのがベストかと。最新型グリーン車の座席紹介の通りだよ。座席間隔が広いからかテーブルはスライドできるみたいだな。フットレストは回転できるタイプなんだけど、表面は靴のまま乗せても OK だったのかな。布地っぽい袋なんじゃないの。もちろん電源コンセントは一席に一つ装備。このご時世では当たり前だのクラッカー。肘掛けのボタンをプッシュするとレッツレストが上がってくるよ。このスピードだと電動式かな。いやいや電動式か油圧式かを気にするのかよ。なんか知らんけどね。もう片側の肘掛けを開けるとそこにもテーブル発見。インアームにしては大きいんだよね。インアームのイメージはこいつとかが悪くしてるから。ノーラッピングのやつはウプ主の好きな車両だぜ。ラッピングなしのやつはもうないんだよね。装飾済みの281系はどうしても好きになれないんですわ。ただの固定観念だと思うんだけどね。281系イコール白というイメージだな。最近の JR 西はネコモチーフの某キャラを装飾した列車が増殖中。どこまで増殖するのやら。ここはトカサガ駅なんだけど、一気街の足振り4号はボーブレッドをモチーフにしたキャラが描かれてるよ。ネコの次はブレッド、つまりパンかよ。シャベルパンは JR 四国の新役者。パンに生命が宿っているんだよ。あ、なるほど。トンネルか何かを抜け広大な太平洋がお披露目タイム。あのウプ主なのに晴れた海を入れるのはレア光景だな。またトンネルヘドッカーン。何か物でも爆発するのかよ。トンネルの長さは10メートルほどでした。またまたドッカーン。やめれ。土佐入りのを出ると次の駅は終点の中村だよ。ああ、もう終わりか。マジでもったいないばあさんだわ。何がもったいないんや。乗車時間だよ。帝国で動けばたった40分の乗車時間。新型2600系も1時間ちょっとしか乗れてないし、8600系も30分しか乗れてない。新型車両にはもったいないばあさんが取り付いてるのか。何やそれ。悪用退散、悪用退散、悪用退散。あらゆる困難が科学で解決するこの令和の時代には古すぎるネタな。気づいた頃には時代はもう令和。令和初期は例のあれで大変なことになっちゃってるんだけどね。中村線をクリアしたので次はこの先の福本ね。2700系の写真を撮ってたら発車直前になっちゃってたよ。これに乗り遅れたらシャレにならないぜ。特急でそのまま福本に行きたかったのになぜか中村から鈍行になるんだよ。ダイヤで決まってるんだ。諦めろ。うん、諦める。素直に諦めるのはなんと珍しいこと。特急ばっかりでも飽きちゃうかもしれないし、福本発着の特急って前から少ないんだよな。昔は岡山発福本とかもあったけど、おそらく四国行きのロングランって KKC8001。 あら、また回収か。この回でおそらく3本目の回収。そんなことは気にせず綺麗な四万十川でも見とこ。こっちの方は太平洋に注いでんだよな。青い海ならぬ、青い川って痛いくらい綺麗。そりゃ最後の清流だもん。紅葉団地っていう駅だけどさ、山ばっかりじゃないか。Google マップで見たら周辺に以外にも工場が集積してる。集積？それって集積回路かな。つまり IC カード、鴨の橋。あれ、ペンギンじゃないんだ。ウプ主も所詮は関西人だから。でも最近のウプ主は携帯にペンギンを取り込んで支払ってるらしい。それってどういう意味？お察しください。四国の果てに着いた。けど引っ返しは発車していく。ラーラーラー、ラーラーラー、ここ、バニ、できない。でも高津の地を口道もクリアしたんだから、次の電車はなんと2時間後だぜ。駅周辺をプラプラしたり昼ご飯を食べたりして2時間を潰したよ。さっき中村から福本乗った KKC8001 が担当するにょん。ただの折り返しじゃないか。四国の果てからウプ主の実家まで帰るよ。今回のゴールは高槻なのか。動画において高槻駅で降りるのはなんだかお久しぶり。半日もすればハッピーニューイヤーだもん。ハッピーニューイヤーぐらいは実家で迎えたいし、こっから大阪府までどれだけかかるのやら。福野にいた時は雨だったのにいつの間にか晴れてるし、沿岸部って天気変わりやすいのかな。それよりさ、なんで雪でも撮った四万十川なんだよ。やっぱり青い川がなんとなく綺麗で。さすがは最後の停留、遅いべし。中村で降りたら、今度は四万十号ではなく足振り号で駒を進めよう。南風は岡山から高知方面、四万十は高松から高知方面、足振りは高知から中村方面だから、こいつは高知止まりの特急だな。よりによって普通車。だってさ、グリーン車が連結されてないんだもん。あ、そうなんだ。撮影当時のグリーン車付き足釣りはアンパンマン仕様のやつだけだからな。もし一本早い足釣りに乗れたら2700系のグリーン車だったかもしれないが。つまり往路で乗った四万十1号の折り返しか。福本の乗り換え時間が5分あったらそれに乗れてたかもしれないのにね。この2000系が今年度中に全廃される説もあるからこれに乗ってもよかったんじゃない。いわゆる乗り納めよ。乗りすぎてる感も感じられるが。今度四国に行った時は2700系ばっかり乗ったりして。2700系だらけになるのは確実だよ。最近2700系のアンパンマンです。車が出た噂もあるしな。どんな姿になるか楽しみだね。中村線の海名から和解の間にループ線があるらしいけど、映像ではループが全くわからない。ループ線であることを映像で証明するには全面展望を取らなきゃ。じゃあ取りに行こうぜ。特区中
ったんかい？すみません、証明できません。適当に様子で漁ってみてね。ループなのにトンネルに入るんだね。JR と土佐黒潮鉄道の接続駅久保川に戻ってきたよ。また淀線で宇和島に行くなんてしないよ。そんなことしたら全線走破する前に日が暮れるよな。日が暮れたら切符の効力もなくなるし。だからそのまま土産線に乗っちゃうわよ。多度津から高知までは1日目ですでに乗ってるから、高知に着いた瞬間土産線はクリアになるよ。室戸岬の方に行った時だよね。土産線をクリアしてしまえば、残すは徳島線のみだな。徳島線さえクリアしてしまえば、夢の JR グループ会社全線走破は現実になる。それでここは須崎、ここ発着の列車も多いんだとか。終点の高知は佐川、日野、高知のあと3駅しかないんだね。適当にチョイスした足摺8号が停車駅の少ないタイプだったみたい。時間的にこうなったんだろ。それもそうなんだけど、予算線だろうが土産線だろうが四国の特急って早いにょん。車を余裕で追い抜くぜ。車に対抗すべく JR 四国さんが努力した結果かしら。地方では利便性の高い車に勝つのは難しいんだが、実際車に負けてるのは事実かもしれない。こうなると温室効果ガスの増加が心配。知らん間に地球温暖化の話になってるぜ。地球が爆発したらどうしよう。え、爆発？これは爆発じゃなくて衝突じゃね。どっちの人類が滅びるのに変わりはない。この地殻地面の高さは300キロに及びます。人間がこれから見れることはどうであったの。地球は他にも一番大の高さだよ。地下の水で待ってる感じだからね。本音を言わせてもらうぜ。隕石衝突のネタはもう飽きた。おもんない。まるでどこかの人間がいる親父ギャグみたいにな。親父ギャグで凍えるってどういう意味ですか？実は浮くむし、それについてよくわからない。普通に考えて面白くないって意味じゃね。あーね。列車は高知に到着。直通列車ではないので乗り換えます。土産線はクリア。ラスト徳島線を残すのみに。実は以前徳島線は乗り潰したので実質的には全線走破だけど、でも今回はもう一度乗ることにします。流れ的に徳島に抜けるパターンか。これって時間的に特急南風だよね。南風はグリーン車だよ。グリーン車用の切符買ってるくせに平均して1日1回しかグリーン車に乗ってないけど。グリーン車連結列車が少ないから仕方ないにょん。ちなみにこれがこの鉄道旅最後のグリーン車になっちゃうから十分堪能するようにね。え、最後？徳島線の列車にグリーン車なんてないからな。今からこれで阿波池田に出て、そこから特急剣山に乗り換える予定だよ。阿波池田までの所要時間は約1時間。乗車時間が微妙にもったいないばあさん。浮かしだ。3日間このチャイムを聞き続けていると歌ってみたくならない。耳に残ってきたならね。浮く虫が修学旅行の新幹線に乗ってる時に車内チャイムを聞きずさむ人がいたくらい。それって浮く虫の同僚者？多分違うと思うんだわ。たまたまそれが耳に残りやすかったんじゃね。 JR 東海の途中駅用だから一理あるかも。あれって五打点だからな。東海道山陽新幹線に乗れば既婚は聞けちゃうほど珍しくないチャイムだね。最後のグリーン車の座席周り紹介をしていきます。結構昔の車両だけど大型の背面テーブルが装備されているのは嬉しい。古い車両あるある。テーブルは小さいインアーム式のみ。これはそれに該当しないんだぜ。いつの日に関連あるでもされたのかしら。またフットレスト押しで動かした浮く虫。後地味に全然コンセント付きなんだよね。数年前に2000系グリーン車に乗った時はコンセントがなかった記憶があるんだけど、車両によって異なるのかもな。車窓に見えてる高知運転所にはぶつ切りになった2000系とか炭鉱が散らかってるね。散らかってはいないぜ。高知所属の車両が停泊してるんだぜ。中には最新型の2700系が数両いたし、なんとなくを空を見上げよう。右から左に向かって確認済み飛行物体が飛んでるにょん。未確認だったら怖いわ。高知龍馬空港を立ったジェットスター、ジャパンの機体みたい。東京とか大阪といった大都市に向かうやつなんだろうな。地上から飛んでる飛行機の航空会社を判断できたのは初めてかも。ちなみに駅に停車しててごめん。ごめんだけに。基本的に眺めは初日の四万十と全く一緒だからやや絞り目に行くね。土佐山田で行き違いをしたのは特急南風11号の高知行き。ここを出たら次は大ボケまで止まらないぜ。初日は大杉にも止まったけどね。朝晩の特急は大杉停車になるみたいだよ。停車本数大杉にならなくてよかった。だめらっしゃい。さっき言い忘れたけど以前乗った2000系と座席モケットの柄が違うんだよね。写真の方は古臭い感じする。今乗ってる方は高速バスとか観光バスみたいな柄だな。中途半端にリニューアルに完了の車両が残ってるのかしら。停車本数が大杉にならないように大杉を通過と思ったけどまだ3つ前のシゲ島だった。この1個前の新材駅も坪尻のようにスイッチバック駅なんだとか。この動画を撮影した当時はこのことを知らなかったなんて内緒だよ。新材革命じゃないからな。新材革命とかなんかあったな。それって何だったっけ？ごめん、忘れた。ここが正真正銘の大杉だよね。ネットでよく大杉大杉って見るけど駅名の由来はこの近くにある杉の大杉なんだって。杉が大杉ってよくわからん。何度杉って言ったら気が済むのかしら。ことの発端はお前らが大杉大杉言うからだぜ。
そして大ボケ小ボケを超えて、大ボケ小ボケの眺めが見たかったら一章を見てね。米国ロンヤワイケダに到着だぜ。特急南風は岡山を目指して出発していきました。そして向こうのホームに危ない特急車両がいるね。次の乗車列車の鶴見3号だな。中間車両には四国の侵略者がいるので立ち入らないようにします。俺ってそこまで嫌うほどか。なんとなく幼き産主は好きだったくせに。侵略者は古い車両まで侵略するのか。特急車で侵略が確認されてないのは2600系と8600系だけだから、つまり885系と2000系と8000系と2700系は侵略済みか。さすがは国民的スター。そういえばね、今885系に乗ったから現役の四国の特急車両はコンプリートしちゃいました。気づけばそんなことまで。もし潮風11号が8600系で動いてたらこれはできなかったな。そういう風に考えればよかったか。2000系には乗りすぎた感じもするがな、四国の傑作車両だからね。中間車が侵食されたことによりチャイムまで侵食されてる。でも通常チャイムばっかり聞いてきた身としては賑やかで新鮮だわ。あれは喋らないんだな。中間車両以外にもヘッドマークをよく見るとあれが書かれてるんだよね。徳島県最高峰の鶴見さんはどこに行った？必殺の探知化キックで粉砕したんでしょ。今日は大晦日だというのに指定席はそんなに混んでないわ。その理由として単純に利用者が少ないか、時間帯的な問題か、それか指定席が高くて自由席に集中してるか。編集してる日から見てもう半年も前になるから自由席の乗車率なんて覚えてない。それは紛れもなく半年も編集サボるからだな。年月の経過も早いものだな。本当は佃駅を通過して徳島線に入る映像を撮ってたけど、とある事情に月没になりました。ごめんなさい。だから映像ではすでに徳島線に入ってしまっています。なんか昔の動画でもこの映像と同じ駅らしきものが出てたような。その駅とはズバリ穴吹駅。穴吹は美馬市の中心的な駅だよ。ああいうようなネタに走るんじゃないぜ。何それ美味しいの。ここではあんまり言えないから自分で考えてみてね。10年前は平気で言ってたくせに。そうだったかな。何かを忘れていたと思ったらそれは座席紹介だった。すでに3つ目の停車駅を通り過ぎた件について、このテーブルを引き出した瞬間なぜか福知山の183系が脳裏をよぎった。なぜそこでそんな車両が。ウプ主が幼き頃よくそいつの普通車に乗ったからね。そいつが引退したのも約7年前の話か。今ではすっかり新車とか新古車に置き換わっちゃったね。どの車両も時の流れに逆らうことはできない。いずれは今乗ってるキハ185系もな。キハ185系よりも先に2000系が全廃されそうな気がするのはウプ主だけかな。私わかんないから未来人にでも聞いてみよう。お前って時間移動できんのか。あやつがいれば時間移動は可能になるかも。あやつってまたアニメ漫画ネタな気がす。そうだよ、架空のキャラを現実の世界に持ち出すことは科学的に不可能だぜ。2020年現在の話だが、100年もすればそういうことができるようになるのかな。でもそれができたら人間が大変なことになりそうってか何を言っていたのかしら。未来世界のよくわからない話。徳島線があまりにも暇すぎて話すことがなくなった結果だな。おかげで話がまた運転士並みに脱線してる。減速してきたからぼちぼち駅の通過だ。半年前の映像に対してどの駅を通過してるか聞かれても答えられないにょん。映像を一時停止したら淡川島っぽい駅名標が見えた。ウィキ先生に聞いたらその駅が2面3線だからわりかし当たってるかもしれないぜ。一応一部の特急が停車するみたいだな。時刻表を見てると今乗ってるのは一番停車駅が少ないタイプなんだよね。ウィキ先生曰く10号は全列車停車駅のみ停車なんだとか。停車駅が少なくないやつはまるで快速列車。暗闇ばかり見せても面白くないから次の映像に行くね。18時でもないのに外はすっかり真っ暗だぜ。当時に近い年末だけあるな。ウプ主の記憶が正しければここは石井駅のはず。淡川島と同じように特急停車駅だけど、これはあっさり通過してしまったよ。通算5回目の例の分岐を通過して福岡線の佐古駅を通過。路線として徳島線はここで終わりだが、運行上は徳島まで書くなんか微妙なので言いたいことは徳島についてから言うぜ。あと一駅進むとそこはゴールの徳島。そしてすぐに終点の徳島に到着です。よって JR 四国土佐黒潮鉄道阿佐海岸鉄道全線完了。だけど JR なだけあって通算は時間がかかるんだな。特に計画崩壊もなく無事旅を終了できて光栄です。今から高速バスで四国を脱出します。脱出って密室じゃあるまい。関西と四国のアクセスは淡路島経由が最速なんだよね。四国に入るときみたいに瀬戸大橋から行くとハッピーニューイヤーに間に合わないかもしれないからね。それよりも金だろ。金、バレた。一応は密の理由があるということかな。予定より30分近く早く大阪駅に着いちゃった。帝国どころか到着にまでなってきたな。ウプ主、いつの間にか昇降式ホーム柵がついてるし、しばらくいないだけでこんなに変わるなんて。2019年最後の乗車電は221系の快速だぜ。これも琵琶湖町と神戸線から撤退するのが決まってるんだよね。京都線はもちろん全カットで、動画でこの駅が出るのはいつ以来なんだろう。
快速用ホームに可動式ホーム柵があるのが未だ見慣れない。さて、ここまでいかがだっただろうか。最後にちょいと告知するんだけど、現在例のウイルスの影響で動画の作成はおろか撮影すらできておりません。よってため撮りがなくなり次第投稿はしばらくないかもしれません。それまで首をどうにかしてお待ちください。さて、ペンギンで改札を出ます。尺があれなのでこの辺でお開きにしたいと思います。お疲れ様だぜ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけると動画作成の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。